キャベツ美味しいってね。うん。あれじゃないとね。何しようか。あ、そうやね。今はもうカツオの盛りやけどね、カツオが取れんね。カツオないね、残念ながら。カツオの角煮、角煮のスーパーカツオがあったら今作ったかな。角煮？うん。あ、そんなんもする？カツオが豊富じゃないとできないね。うん。まあでももう時期やけ、そろそろ出てくるんやない？ベニアオーバー、ヤマホトトギス、初月。うん。ブリュークがある。どういう意味？知っちゅろ、それは。聞いたことあるけど意味はわからん。ベニアオーバー。目に合う場合は分かるの？どういうことか。どういうことよ。え、目の中に青葉が映ってきたの？今確かに見るものが全部新鮮な青葉じゃないだ。どういうことか分かるって聞きながら人の返答を待つ前にしゃべって。はいはい。いや、それたらその時期にホトトギスが鳴くのよね。ホトトギスってどんな鳴き声？なんかこっちへかせたかとか言えるよ。え？弁定かけたか言う人とね、うん、弁定かけたか言って鳴きを言う人と、うん、それからなんかこっちへかけたかともいいよかけど、弁定かけたかどっちかどうかしら。弁定って何よ。知らん、わからん。そんな子供の時に覚えたことなんか意味がどうしてわかる。うん。お年寄りが言ったこと覚えちゃうの。なるほど。ほんで、蚊取り線香が。あらちょっとよかったね。アロータよ、全部。いえいえ。早い。うん。そら、テレビ見るの邪魔するわけね、行く前。目に青が、山ほどとしす、カツガツ。それで、うん。ほどとしすが泣き出して、青葉がいっぱい出たというだけに、そのカツがね、うん、出るんじゃないの。知らん。まあそういうことやろうね。全部関連してるんや、多分。見れてよかったね。見れてよかったですね。あ、そう。
今のはオーブやなくて虫。何するんだったっけ？お味噌。そう、梅味噌和え。キャベツの。ちょっと教えていただいたやつをばあちゃんが挑戦してみます。リアクションが面白いね。あ、もともと作ったりしよったんやったっけ、これ。作りよったよ、これ。しょっちゅう作りよった。キャベツのすりのよう作りよったよ。うん。すものっていうか、味噌で和えるんよ。味噌。うん、おばあちゃんはごま味噌でよ、やる。へぇー。あ、それも美味しそうなの。覚えてない、覚えてない。また作って。これは消毒だった。うん、梅美味しい。お前疲れが取れるしね。豪快やな。これあんまり茹でたらいかんの。あ、そう。生で食べるのもシャキ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 。うん。よし。梅おばあちゃんこんな、ほら、ちゃんとのけてしてる。